で、スクランプの別バージョンをご紹介していきたいと思います。はい。ニューヨーク近代美術館に永久展示されているアルテミデの傑作。うん。アルテミデ、ティチオホワイト LED です。はい。こちらですね。はい、波動域がとても広く、うん、照らしたい場所をしっかりと照らします、うん。ソファー横でフロアランプのようにも使える、うん、レトロなデザインもポイントです。なるほど。じゃあ早速ちょっと実物見ていきましょうということで、はい、だからもともとはこれね、黒なんですよ。これもまあ本当、もう名作ですね。ブラックレッドホワイト。ブラックレッドホワイト。50周年で、限定カラーが。うん、ティチオの50周年。そう。50年前から。赤が緑なのが、私はそのデザイン可愛いなと思いました。ポイントで赤とかも入れて、うん。そうそう、ここ回りますからね。ここリッター。土台だけが動いてるんじゃなくて、そうそうそう、下のここがこう回転するようになってる。で、可動域がとても広い。はい。まあ、広いっすわね。ほら。おしゃれ、面白いデザインですね。なんか生きてるみたい。確かに。初めて見ました。そう、確かに、北欧にはないデザインですよね。メカニックな感じ。うん。80年代、80年代前か。こういうデザインが世界的に広がってた時代ですね。70年代後半ぐらいから80年代かけて。で、これを、立てて、ギュッとこうすれば、うん、壁を照らして、はい、フロアランプのようにも使えます。使える。おあ、消してみる。そうですね、うん、消してみよう。はい、今オフ。オフ、はい、つけます、うん、連続調光だったっけ。ずっと押したらいいです。長押しすると調光が来ます。止めたいところで、はい、手を離すと、あ、今広がりました。ボタンポチポチ押したいです。確かに押したくなる形してますね、ボタン。今だけ赤色が限定で、はい、はい。今しか買えない赤いティチオ、50周年記念モデルなんですね、これ。世界で5000台の限定、赤色です。うん、世界5000台で、日本は100台限定。なるほど、割り振りだね。で、ここに反対かな。リアルナンバーと、デザイナーであるリチャード・サパーのサイン入りでございます。光源小さそうなのにすごく明るい。明るいんですよ。何ワットでしたっけ。10ワット。だから LED の10ワットなんで、白熱と換算すると大体100ワット相当ぐらい。どんな感じなんですか。こっち下側は光源、こんな感じ。フラットなんですね。フロストガラスが入ってますか、うん、こんな感じです。その他おすすめのデスクランプ、はいはい、こちらですかね、はい、ロースのオブリーク、オブリークテーブルランプです。この姿見ると、うん、ここだけ上がるんじゃないかみたいな、うん、パッと見そんなイメージです。思うじゃないですか。これがだから、うん、ここまで来てますから、ね、テーブルを全体に照らせる。すごっ。しかもめっちゃ明るい。稼働しなくても手元が明るくなる。そうですね。だからもう可動域じゃなくねと、うん、光をコントロールすれば明るさ十分取れるんじゃないかっていう考え方ですよね。オブリークスイッチもここにあるし、そう、使いやすいですね、これは。はい、オブリークでした。オブリークでした、はい、次がルイス・ポールセン NJP テーブル、はい、この白い方ですね、うん、NJP、まあこういう感じ、うん、で、まあ、多少こういう風にね、上下と左右、はい、まあ、やっぱりでもルイス・ポールセンは見た目かな、うん、一番はこの、ね、粘土らしい、かわいい、うん、かわいいけどかっこいい。カラーも結構白と黒とライトグレー、ライトグレー、うん、でこの形のフロアランプとかボールランプとかもあります、うん、ね、合わせてそのバリエーションが、うん、こういうタイプもありますからね。で、今ちなみに言うとこうクランプ式っていうやつで、うんうん、挟む、うん、天板をね、うん、挟む、こういうやり方もタイプと、まあ、ある程度見てみたいなベースタイプもあるし、テーブルに穴開けてそこに刺すっていう、うん、あのそれをコネクトの事務所では採用してます、はい、机に穴開けて刺してます、うん、
ちょっとここが漏れるっていうのはね、ここから光が漏れる、マニアックですね、うん、あのトンネルをヒントにこうデザインしたそうで、うん、そのなのでトンネルみたいな感じでここからうっすらちょっと光が漏れる、うん、で光が漏れるだけじゃなくて熱もそこから出してるっていう、うん、でボタンの位置が特徴かな、アルテミでもそうですけど、そのガシッとアームを掴んだところにちょうど、あ、ここですか、掴む、そう、掴む、ガシッと、うん、お、だから結構ボタンの位置が確かに押しやすいですね、あとこのカチカチ音もいいなと思います、うん、これがベースコースの NJP でございました、うん、どうですかね、なんかデスクスタンドっていうと作業するだけの照明、そうですね、でデスクスタンド作業するだけの照明だから、とりあえずで買った人も多いと思うんですよ、ちょっとこう手っ取り早くしてみたものをもうちょっと一回見直してみるみたいなね、そういうのも一つありなんじゃないかと、あとまあ実際さっきねコメントでちょうど探してましたみたいな、勉強用に照明を探しています、参考になります、うん、まだね考え方によってはもうちょっとバリエーションあるなと思うんですけど、うん、可動域の広さでいうと今日紹介したやつが圧倒的かなと思うので、勉強用だけじゃなく その後も見据えてこういう、うん、もうこの辺はもうね、そうリビングだったり寝室だったりに全然使えますからね、うん、参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思います、はい、毎日使うものだからこそお気に入りを取り入れてみませんか、うん、デザイン性も機能性も高いデスクランプで快適な生活を送りましょう、ということでした、でした、はい、それではさようなら。